予選特賞第10レースのメンバーが登場です。さあ素早く回り込み体制を見せておりまして、コース取りどうなるでしょうか。まずはメンバーです。1号艇岡山の村上純、2号艇福岡の河野文明、3号艇山口の向井美鈴、4号艇長崎の吉田一郎、5号艇佐賀の城滝和則、6号艇東京の海老沢康幸、以上のメンバーです。インは1号艇の村上純がしっかりと主張、初日の今日はこの1回乗り譲れません、陰線です。そして2コースに入るのが初戦3着です、5号艇の城滝和則。3コースは定番通り3号艇の向井美鈴です。前半のなでしこ対決制しています。4コースが2号艇地元の河野文明、初戦競り合いをものにしての3着入着、1号3蓋と入って2手引きました。5コースに4号艇吉田一郎角、そして大外が6号艇の海老沢康幸、体型は4対2です。進入コース内側から1番5番3番2番4番6番の並びスタートしました。予選特賞の第10レース1番4番6番といいスタート。さあ1マークの攻防戦、出ていく4号艇の吉田一郎がまくっていく、インから抵抗した1号艇村上、さあして入った6号艇海老沢、6号艇の海老沢が抜けました。スタートは前提正常でした。先頭6号艇海老沢、2番手2号艇河野、内側から3号艇向井で2マーク、トップで6号艇海老沢康之、2番手2号艇の河野文明が回ってそのままリードを取っています。前の2人6番2番の体型、その後ろ3番手が競り合い、残りの4艇がもつれ合う格好でレースは2周目に入りました。1マーク先頭は6号艇の海老沢康之、向こう正面です。2号艇の河野文明が2番手、3番手1号艇村上もあって、刺した5号艇の城滝、5号艇城滝が一歩へ先を出す、追走する1番3番4番で2周の2マークへと移っていきます。前の2人は6番2番と折り返した後、さあ3番手5号艇の城滝が丸、外1号艇の村上、5号艇城滝が3番手リードを奪っています。体型が6番2番5番でレースは最終周回へと入りました。先頭構想6号艇海老沢康之が最後のバックストレッチです。そして2番手に2号艇の河野文明、3番手が5号艇の城滝和則、上位3艇は6番2番5番6双子、このまま入ると3連単のオッズは14万円を超えます。最終コーナー先頭6号艇の海老沢康之、2番手2号艇の河野文明、3番手は5号艇城滝和則、ビッグ配当で間もなくゴール。先頭6番ゴーリン、2番ゴーリン、5番ゴーリン、3番ゴーリン、4番と1番は接戦でのゴールイン、以上前提ゴールインしました。